さあ今回はパスタです。旬の味わい桜エビを使った色合い鮮やかな簡単和風パスタを作っていきます。いいですよ。まずはパスタとアスパラを茹でていきましょう。その間にフライパンにサラダ油を流し、桜エビと茹でたアスパラを入れ炒めていき、そこに茹で上がったパスタ、塩、コショウ、醤油、酒、だし汁、白ごまを加え絡めていきます。盛り付けにチーズと温泉卵を乗せたら、桜エビとアスパラの和風パスタ温玉のせの完成です。詳しいレシピは概要欄で。さあ始めていきますが、今日は簡単和風パスタです。まずはパスタですから、よし、パスタをね茹でていきましょう。さあちょっと待つとですね、そこの部分が柔らかくなっていきますので、なるべく折らないようにして少しねじって中にね押し込んであげましょう。でここでアスパラの登場なんですけれども、アスパラはですね、ちょっと今日はあまりにも簡単すぎるので、ちょっと変わったアスパラの切り方でいこうかなと思います。まず縦に切って2等分にします。でその後にまたさらにこのように切っていくと、なので縦4等分ってことですね。さあ普段使う、よく使っているこの食材もちょっと切り方を変えてあげると、いつもとは違った形のね見せ方ができますね。よし、きれいに切れました。そしたらこの茹でているパスタの中に入れていきましょう。ほんの少しだけ塩を入れて、さあ茹ですぎるとちょっと食感が悪くなってしまうので、まあ、さっと茹でていくっていうようなイメージですね。それではここで次の工程に移りますが、フライパンですね、ここにサラダ油を、さあアスパラちゃんはこのように茹でたら一旦取り出してあげましょう。よし、ではこっちに置いといて、さあ十分に温まったかな。そしたらですね、桜エビの登場です。色が綺麗です。桜エビを炒めていきましょう。さあ炒めていきながら、そこにすりおろしたニンニクと生姜、これを入れて全体に香りを移していきます。この桜エビとの相性もいいので、ああ一気に香りが広がった。でそこにさっと茹でたアスパラだ。パスタの方はどうでしょうか。うん、ちょうどいい硬さ。もうそろそろいいね。そしたらここでパスタをですね、移しちゃいましょう。パスタを移したら、そこにほんの軽くの塩だけでいいです。もう桜エビの塩味があるんで、塩は本当に少量で、それからコショウで、ここに調味料なんですが、お酒と薄口醤油、お出汁ですね、これを入れていきます。しっかり絡めていく。白ごまだ。白ごまでちょっとしたアクセントに。
さあ素早く絡めていきましょう。いい感じ。では火を止めて、ここで白皿だ。さあ盛り付けに入ります。さあこのアスパラもいい感じに動きが出てていいですね。ではこの桜エビ、この桜エビ、それとここでちょっとここのトップの部分をちょっと平らにしてあげて、さあ何が始まるかというと、変わってる。くそ硬かったな今の卵。この温玉を乗せていきます。でここでチーズを削ってあげようか。おすごいうまそうじゃないか。この温玉の上に粗めの胡椒、そしてこの温玉と絡めたらまた一つ違った味になるんで、これもまたこれではすごく美味しいです。さあ完成しちゃいました。今日はですね、桜エビとアスパラの和風パスタ温玉のせの完成です。良い一日を。